これは大鳥居、霧島神宮。坂本龍馬とお龍さんの新婚旅行のここに来たんだ。今からちょっと130年前、慶応2年、1866年日本の歴史の大転換期に坂本龍馬と妻お龍は薩摩に訪れています。京都伏見の寺田屋事件で九死に一生を得た龍馬は妻お龍と共に霧島の山深く入り、温泉で傷を癒しながらその足で霧島山高千穂の峰にある天の坂鉾を見ようと妻のお龍と高千穂登山をします。天狗の面に似ていると二人で微笑んだと記されています。すごい長文の手紙だったよね。なんか立派な本殿だね。すごい、しぶきがここまで来るの？本当に透き通ってると思う。